ロイド、セシルのナイトメアさん、いらっしゃい。はい、どうも。今週もまたこの時間が来ちゃったね。司会のロイド・アスプルンド、かっこ面白メガネ、かっこ閉じるだよ。アシスタントのセシル・クルーミー、17歳です。それでは皆さん、大きな声でご一緒に、おいおい。というわけで、早くもスタジオの空気がヒートアップしたところで、番組の説明、セシル君よろしく。はいはい。この番組はいつも戦場で大活躍しているナイトメアフレームの皆さんにお集まりいただき、普段はなかなか口にできない苦労話や自慢話から、日頃皆さんをこき使っているパイロットの愚痴話まで、ぶっちゃけトークを繰り広げてもらおうという企画です。ありがとう。それではナイトメアの皆さん、早速愉快な自己紹介よろしくね。愉快、ハードル高。では最初の方、張り切ってどうぞ。はじめまして、Z01 ランスロットです。ブリタニア軍でナイトメアやってます。時々白き死神とかって呼ばれて怖がられておりますが、素顔の僕はそんなに怖いやつじゃございません。いつもロイドさん、セシルさんに本当お世話になってます。今日は よろしくお願いします。上がってるね、ランスロット君。そんなに固くならず、いつも通りでいいんだよ。それじゃあ次。ああ、どうも。自分グレンに好きっす。見ての通り、ナイトメアっす。よろしく。それだけですか？他には何かないのかな？ああ、じゃあ、自分の座右の銘を披露するっす。喧嘩上等は、はじけろブリキやろ！以上っす。見かけ通りワイルドだね。後でその体、僕にいろいろいじらせてね。はいはい、メカハラメガネは放っておいて。次の方どうぞ。どうも、ガウェインです。声が変かもしれませんが、僕、二人乗りなんでこんな感じになっちゃうんです。微妙なユニゾンですね。男爵みたいだね。それじゃあ次。あ、俺、何？これ本番なの？はい、そうですよ。この声がふるさとのお母さんにも届いていますよ。マジ？あー、俺、トリスタンって言います。主にブリタニアの方でプラプラしてます。周りからはナイトメアかフォートレスか、どっちかにしろってよく言われてるんですけど、まだしばらくは決めないで、自分探しも大切かなとか思ってるわけで。でも今日はナイトメア座談会っていうんで、やっぱりナイトメアがいいのかとか思って。はい、中二病の君、自分語りはチラシの裏に書いてね。それじゃあ次の方お願いします。モルドレッドです。私なんかこんなところに来ちゃってよかったんでしょうか。皆さん立派な皆さんばかりで、本当にそのこんな弱輩者が肩を並べてもいいんでしょうか。はいはいはい、モルドレッドちゃん、大きな体をちっちゃくしちゃって、そんなにかしこまることはないんですよ。そうですよ、あなたは今日集まっていただいた皆さんの中で一番強力なハドロン砲を持っているんですから、もっと威張っていいんですからね。はい。それじゃあ次の方どうぞ。こんにちは、いや、こんばんは、かな。今宵あなたにご愛に、お耳の恋人、神の虎と書いてシェンフーです。セシルさん、今日も綺麗ですね。死ねばいいのに。では次の方お願いします。あ、どうも、はじめまして。ヴィンセント初期量産試作画だと申します。どうぞヴィンセントと呼んでください。そのままですね。僕はランスロット兄さんをベースに開発されたんで、弟に当たります。まあ量産型なんでこんな感じです。いつも皆さんには兄のランスロットがお世話になっております。これは名刺代わりのつまらないものですが、どうぞご承諾ください。石鹸ですね、ご丁寧に。それじゃあラスト、最後の方どうぞ。おはようございました。手前、ジークフリートと発します。深くて暗い海の底からやってきました。お前、ナイトメアじゃなくてフォートレスじゃないか。あ、いや、そのなんでフォートレスが混ぜってんだ。今日はナイトメアの集まりじゃねえのかよ。返事次第によっちゃただじゃ返さねえぜ。副車稼働は危険が危ないでしたか。まあまあ、クレンさん、武器を収めて、今日のところは穏便に。運のいいやつだ。それじゃあ、みんな揃ったところで、早速今日のお題について。待て、誰か忘れとらへんか。うわ、ステロタイプなツッコミ。ツッコミちゃうわ、まだ大事な人を紹介してへんやろっちゅうの。あはは、
こいつは湿気、海よりも深く反省。心のこもらない謝罪をさせたら世界一ですね。じゃあ大鳥の挨拶決めてもらおうかな。私黒の騎士団でナイトメアをやらせてもらってます、蜃気楼と申します。右も左も魑魅魍魎、百鬼夜行だらけの戦場で相方のゼロさんと一緒に頑張らせていただいてます。小さなことからコツコツと、以後よろしゅうお見知りおきを。というわけで本日参加していただくすべてのナイトメアの皆さんに自己紹介していただいたところで、皆さんに残念なお知らせがあります。え？自己紹介だけで予定の時間の半分近くを使い切っちゃいました。いやー参ったね。まさか自己紹介からこんなに話が弾むとは。おいメガネ、嬉しそうに笑ってないでちゃっちゃと本題に入れよ。はい、それでは最初に日頃皆さんのパートナーを務めているパイロットの方についてお話ししていただきましょう。じゃあまず私から行かせていただきます。いやもうとにかくクルルギスザクのナイトメア使いの荒いことと言ったら、この話を置かずにエナジーフィラー何杯でもいけますから。はい、乱暴に扱われて心底ヘトヘトになって格納庫に帰ってきた私のたった一つの生きがいは、セシルさんに体中を撫で回してもらうことだけです。ほんと白魚のような指でベアリングやらセンサーを優しくいじってもらうと、もう背筋がゾクゾクっと。あなたいつもそんなこと考えてたの？いやいつもじゃないですよ、10回に9回ぐらいですから。実に興味深いね。他のみんなはどうかな。よっす、荒っぽいことじゃ光月カレンも負けてないっす。片腕もがれたり空から突き落とされたりして、命がいくつあっても足りないっす。時々自分楽しあった姉さんの胸で泣いてるっすよ。想像するとシュールな光景ですね。グレンさんなんかまだマシですよ。僕なんかジークフリートと海の底に突き落とされてですね、神獣ですよ神獣、それも無理神獣。おまけに今どうしてここで喋ってられるのかって誰にも説明できないんだから。なるほど。ところでガウェン君。はい。なんかその声うざったいから別々に喋ってもらえないかな。うざったい。わかりました。じゃあこれからは私一人でお話しさせていただきます。一つよろしく。皆さんパイロットのことになるとお話は尽きないみたいですけど、そろそろこの辺で次のお題に移りたいと思います。ちょっとすいません、この辺で自分お色直ししたいんすけど。え、グレンさん、お色直しって一体？なんだお前急に羽なんかくっつけて。はい、これ歌唱翼って言って飛行用のユニットなんです。やっと自分も飛べるようになったんで、この機会に皆さんにお披露目しようと思って。顔にぶつかる。ちょ、羽邪魔。そんなの珍しくもないぞ、こっちだって見ろ、エアキャバロリー。ちょっとただでも狭いスタジオでみんながそんなに羽広げちゃ危ないでしょってば。クリスタン君、君もこんな場所で変形しちゃダメでしょ。いや、空飛ぶんだったらやっぱりフォートレスモードに変形できる俺の方が1枚も2枚も上手だってことをですね、この機会にしっかり皆さんに覚えておいてもらおうと。何言ってんの、 R2 になってからコードギアスじゃナイトメアもフォートレスもバンバン飛んじゃってるんですよ、バンバン。そりゃもうフロートユニットの大安売りさ。うわ、あんたやさぐれてんすね。その通り、力ずんば私も空を飛べるでした。狭いんだからお前まで飛ぶなっつうのに。みんな喧嘩をやめて。おっと、モルドレッドちゃん、それが噂のシタルクハドロンだね。監視してる場合じゃありませんよロイドさん、みんな仲良くしてくれないと私撃っちゃいますよ。ちょー、委員長が何か言うとるぞ、聞いてやれよ。委員長じゃありません。うわー、モルドレッド、こんな場所でハドロン砲なんか撃つだってば。喧嘩よりもお前の仲裁の方が被害が大きいじゃないか。っていうか喧嘩なんか誰もしてないし。いや、死ぬかと思ったよ。私髪の毛がチリチリアフロになっちゃいました。おお、無事だったんですね、僕の愛しい人。死ねばいいのに。さて
いい感じに空気がギスギスしてきたところで、番組から皆さんに差し入れです。特製の流体桜ナイトだよ。これで一杯やって、みんなでさらにぶっちゃけトークで盛り上がってちょうだい。おお、これは富士山蔵元直送の木一本、めったに手に入らん高級品。いや、一杯って僕らまだ仕事中ですし。なんだよヴィンセント、固いこと一個なしだぞ。ハンスロット兄さん、でも…えい、後ろから剥がしそうだ。あ、口から無理やり飲ますでした。いや、ナイトミアに口なんかついてな。あぶっ、うわ、効くなこの桜だと。全身にキューッと回ってきます。両人退釈すれば山鼻開く。いっぱいいっぱい、またいっぱい。何ですかそれ。中華連邦の昔の歌ですよ。綺麗なお嬢さん。まあ、綺麗だなんて。おー、委員長が頬あからべちゃったです。委員長じゃありません。だからやたらとハドロン砲を撃つのをやめろ、モルドレッド。ああ、グレンさんが燃えてる。燃えてんじゃねえよ、最初から赤いんだよ。お前たちなんか酔っ払ってないか。酔ってません。収拾つかねえぞこれ。ロイドさんがこの流体桜ナイトに何か入れた可能性ですか。そうですか。バレちゃったかな。新しく開発したウルトラデラックスハイパーチャージ添加剤を混ぜてみたんだけど。ダメじゃないですかロイドさん、あれまだ危険だから実験段階だったのに。いや、ケーキ漬けにと思って。やるしちゃった。蜃気楼が暴れてる。落ち着けって蜃気楼。あれの登場回数が少ないで、ゼロが乗ってる割に弱いて、わしのせいちゃうちゅうねん。文句はゼロに言うてくるや。誰もそんなことは言ってないぞ。何？影が薄いだ、当たり前なんやっちゅうねん。蜃気楼やぞ、幻なんやで。って自分の認めてどないすんの。嫌だな蜃気楼、君は一体何を爆発させるつもりなんだい。流体桜ダイトなんか持って。これでみんな一緒にコッパみじんや。やるやる、ゼロそっくりだ。ナイトメアとパイロットは似るというが、ここまでと。カッコつけて肩すくめてる場合じゃないですよシェフさん。蜃気楼を止めなくちゃ。こいつは予想以上に効き目がありすぎちゃったみたいだね。あはじゃないでしょう。これじゃ座談会どころじゃないですよ。みんな一緒に C の世界さ行くぞ。委員長じゃありません。あっ、こいつらモルドレッド。なあ、離せ。危機一髪。そう思ったらその隙に、うえ、蜃気楼め副車波動で弾けろ。ロイドとセシルのナイトメアさんいらっしゃい。次回は黒の騎士団からブライさん、月下さん、ザンケツさんをお招きして、侍の心、和の心、マホロバの国のワビとサビと題してお送りします。ではまた来週。